よ先輩。予備校サボったんですか。いいんですか、受験生なのに。君だって文化祭の準備で忙しいんじゃないの。ミミさんとジョー先輩、私って自己中ですか。ああ否定しないんだ。ごめん。いいです、自分でも薄々自覚してたし、ここ 2,3 日で嫌ってほど思い知らされました。私こうだって思ったらそれがいいんだって、周りにとってもそれがいいんだって行動しちゃう。でも結局周り見えてないんですよね。それでみんなを嫌な気持ちにさせたり、ハルモンも傷つけた。メイメイのことも怒鳴っちゃって最低かも。何かやろうと思っての自己中なアダマシさ、嫌になるよ、卑怯なやつだって。ジョー先輩、なんでまた僕たちがやらなきゃならないんだ。選ばれし子供たちだから。なんで選ばれた。それは今更感ないですか。分かってるよ、乗り越えたさ。でも乗り越えてもまた同じ疑問が出てくる。いつまで選ばれし子供たちでいなきゃならない。今僕にはやらなきゃならないことがたくさんある。社会に出るために、大人になるために。選ばれし子供じゃなくて大人になるための道を選ばなきゃ。そのために勉強してるんだ。予備校サボってるくせに。その通りだ、予備校行くよ。ジョー先輩、自己中の方がいい、卑怯なり。